なんかこっちじゃない方がいいかな。こっちの方が良さそうですね。よし、よし、ケンゴです。どうもケンゴでーす。はい、全日本選手権金曜日初日が終了しました。レースウィーク、皆さんこんばんは。なんか微妙ですね、ちょっと明るいからこんばんようにしておきましょうか。お疲れ様です。声聞こえてますかね。ちょっと今ここに距離があるんであれなんですけど、はい、ありがとうございます。はい、あ、聞こえてますね、聞こえてますね。はい、 OK です。はい、初日迎えまして、今日ね大変だったんですよ。朝ね土砂降りで、はい、朝土砂降りで1本目すごいあのレインのね走行をして、で2本目がしっかり晴れるっていう意味のわからないこの岡国、やっぱ違いますね、岡山国際サーキットは。はい、全然違いますわね。うん、あ、監督、今晩なんですけど、ご飯をぜひご一緒に。どうするよ、どうしようかな。あ、じゃあ今からあのどっちが聞きたいかの名前出た方を先に報告します。さあ、どっちが先に聞きたいでしょうか。健吾くんって、すごい、交互に、あっ、寿命なんだ、ポル君の寿命が、あの去年のポルトガル行った時のあれが切れました。どうなんだろうね、縁起がいいのやら悪いのに、ミサンガだったらいいけどね。ミサンガでしょ、ミサンガ代わりだった、ね、そうだよね、ミサンガだ。ちょっとこれをね、あのお守り代わりに頑張ります。じゃあ、どうする、じゃんけんする、結局じゃんけんしよう。最初はグッジャンケン、ほいあっち向いて、ほい俺か俺っすね。はい、1本目は雨って言ったじゃないですか、さっき。雨はね、まあまあまあ、普通のフィーリングというか、まあ、変わりなくという感じで、はい、乗れたんですけど、まあ、ドライね、やっぱ雨上がりのコンディションでちょっとグリップが薄いというか、はい、ちょっと埃とか浮いててあんまりいいグリップではなかったんですけど、まあそんな中でもねしっかりと走れまして、どっから説明しようか。あ、ちなみに今回 ST600 台数50台おりまして、エントリーが半端じゃないですよね、50台って、うん、で、AB グループに分かれてます。今回2グループにね、グループに分かれてるんで、で今回 A グループです、で B グループです。はい、そういう形になっておりまして、私が先に走ってます。はい、でこの説明だけ入れておこう。で、そう、 A グループの中でドライのコンディションではトップタイムだったんですけど、AB 合わせると今日は2番手で終わることができました。で、合同テストでいろいろまあ試したことが今回だいぶね形になったっていうか、よりこう前進できて今日だったんで、はい、合同テストよりも前進、合同テストよりも全然もう3歩4歩ぐらい本当前進できた感じなんで、ちょっとねこの調子で明日の予選もまだもうちょっと攻め込める部分があるんで、ちょっとまあそこをねしっかりやっていければと思ってるんですよ。そんななんかこう画面の隅っこでさ、そんな遠く見る、はい、ということで私は以上です。そうですね、私はですね今日600のさ雨っていうのがやっぱつくば以来で、1回8台のねテストでも先週 C で雨を走らさせていただいたんですけど、まあ、そこでね結構1回転んじゃったりとかして、でだいぶレインに対してねあんまりこういい印象があんまりなかったんですけど、ね、意外と岡山国際サーキットのレイングリップするんだなと思ってすごくびっくりした日になりました。ただ今日レインではね少しあんまり自分は攻め込めていないんですけど、ですよ、はい、詰め込めて
攻め込められなかったので、まあ明日ね予選どっちになるかわかんないですけど、まあ、あの多分あれだよ、まあ、メインでも、まあ、まあ、いけ自分もがいけるかなっていう感触はありました。あれなんかレインの話しかしてなくないですか。いや、まあ、これからか、これからで、2本目ね、ちゃんとドライで走れたわけなんですけれども、しっかりね、計測をする前にですね、転倒を起してしまいました。いや、体もバイクも一応無事ではあるんですけれども、本当に父には本当に迷惑をおかけして、またね、その他のね、あのサポートしてくださってる皆様にもね、またご迷惑をおかけすることになってしまいます。とても申し訳ございません。ですが体はあの全然元気で明日も走れそうですし、まあなんとか頑張ります。ちょっとなんかバイクのダメージの方が僕は心配です。私はそうですね、うん、ちょっとそうですね、お前の体よりもバイクの方が心配です。そりゃそうですよ、天下の兵藤さんのつなぎ来てるのも怪我あるわけないじゃないですか。いやまあそうですね、確かにびっくりしました、痛くなさすぎて。まあ、そういう転倒しましたっていうことですよね、うんうん、ちょっとバイクはね、走ることには走れそうなんですが、ちょっとね、ある部分にダメージを負ったまま走らないといけなくなりそうです。それがね、明日になってみないとこうどういう影響が出るかっていうのが、まあ、乗ってみないと分かんない、そう、分からない部分が少しあるので、ちょっと今回はね、予選のボンジョルノは分からないです正直。ただまあ、とりあえず A、B で分かれてね、 A グループの予想を見て B グループ進められますので、まあ、頑張っていきたいと思います。はい、という形ですかね。うん、まあ収穫のある転倒だったといえば転倒だったかもしれない、うん、まあそれも明日の予選がね始まってみないと分からないんで、はい。あ、そう、順位言ってないね。あ、俺は言った今日、40番手でした。ギリギリ予選通過ですね。はい、ギリギリ予選通過。はい、今回50台いて10台は予選落ちしますんで、S600、うん、10台ってすごい。うん、そうだ ね、 エントリーして出られるレースじゃなくなっちゃったってこと。そう、今回ね、スポットエントリー、今回のこの和歌山国際サーキットスポットエントリーをね、結構多くの台数がスポットエントリーしてて、なんと14台、14台のスポット参戦いるのかな。そう、14台参戦者、14台なんですよ。大変だこりゃ。大変ですよ本当に。なんか最近ね、すごく思うんですよ。兄貴はさ、こう普通にこう画面ね見てるの、ほら目がさ、ちゃんとわかるじゃん目が。俺さ、例えばね、ちょっとこう日差しが眩しい時とかあるじゃん。で、俺もともと目が小さいんですよ。そうするとね、こういう感じの目になるの。別にこれ俺細めてるつもりはないんだけど、うん、画面で見るとね、俺もう白目と黒目の区別がねつかないことにね最近。俺は目そんなに大きくないの。気づきました。言うても、見開いた時俺でかい。なんか漫画の目みたいになってない。予選落ちするとですね、決勝は走れません。はい、予選落ちっていうのはもう決勝を戦わずして戦えずっていうやつですね、うんうんうん、なのでまずは、うん、まあ、2回ありますから、予選そう2回ありますし、タイムはね残していかないとねいけないです。あ、そう、岡山来る方お忘れではないでしょうか。キーホルダー企画でございます。またね、お忘れでないでしょうか、T シャツ企画もございます。あ、それはね、言ってないんだよね。え、つくば限定って言っちゃってたけど、実は今回、何枚か持ってきてます。何枚か持ってきてますT シャツ。そう、ただね、S サイズしか今、あ、ちょっとね、在庫はサイズ、あ、俺の、黒とブルーがあるじゃないですか。はいはい、黒とブルー の、 カラーのやつがあるんですけど、黒の方はですね、今 S サイズしかなくてですね、自分今 S サイズを着たことがね、昨日のツイッターで着てたあれ S サイズなんですけれども、体はね普通に入るんだけど首が締まっちゃって、あ、なるほど、なかなかですね。私は S サイズがないです。え、 M サイズが、 M サイズがあります。 L サイズがない。 L もちょっとあった気がするんだけど、はい、ぜひですね、今回ピットここね、ここで活動してますんで、はい、まあ、裏から見ると 3C っていう風に書いてあります。はい、来られる方はぜひそこでお声掛けいただいたら、なくなり次第終了という大変申し訳ない企画にはなってしまうんですが、はい、そうですね、こちらはね お配りしているものじゃなくてちょっと販売になるんですけども、販売ですね、3000円で1枚3000円で、はい、はい、交換という形で、はい
まあ、合ってるっちゃ合ってるけど、そうなんだけど、キーホルダーの方はあの言葉に対して交換という形で、はい、今回、はい、そうピットにね、やらせていただいてるので、最終コーナーがね、はい、最終コーナー寄りにおります、いますので、はいはい、ぜひとも会いに来てくださいませ。今日もね、あの来てくださった方がいて、もうキーホルダーもその方にお渡ししたんですが、あの本当にありがとうございました。来てくださってありがとうございました。なんかさっきコース取ってなかった？コース取ってないよ。あれ？なんか言ってなかったよな。ごめん、勘違い。はい、今何時ですか？6時20分。6時20分か。そうか、ここからね、宿がだいたい40分ぐらいでしょうかね。いつ突っ込んでくれるんだろうと思って、今不安だった。結構すごい顔してたもん、ね、はい、不安だった。そう、まあ、そんなとこで、あ、10分回っちゃいましたね。10分回っちゃった。あ、もうちょっと見たいよっていう人がエンジンかけとけよ、お前は。うるさくてごめんなさい。はい、彼女の GP3 のマシンです。はい、で何か質問とか来てません？質問なんかハイプチしようよって。質問なんかございますか？ハイプチ来たら質問3問だけ答えます。そしたら3問だけ答えます。はい、あ、今からね。ハイサイドですか？いや、あのフロントからスリップダウンですしね。はい、お兄様、ありがとうございます。ありがとうございます。アイネックスレーシングのおかげで、はい、あの皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。はい、いつぶり？岡山は今年の開幕にね、1回走らせさせていただいたんですよ。2月だから、まあ、2回目っちゃ2回目。そう、2回目、まあ今年初めてなんですけれども。何ヶ月ぶりだろうな。でも、あ、合同テスト走ってる。1週間ぶり？あ、そうですね、1週間ぶりです。合同テスト走ってるので1週間ぶりになります。はいはい。で、あと何かあった？明日の目標？もちろんポールポジション。ポジション聞こえたかな？大丈夫かな？まあ岡山まで車で運転してきました。はい、車でね、2人で移動してきました。はい、あの神奈川の私の自宅から、ここまで、2人で運転してきて、昨日搬入を終わらせました。はい、7時間半かかりましたよ。はい、また帰りは2人で運転です。そうですね、頑張ります頑張ります。はい、ということで、長々とお付き合いいただきありがとうございました。お付き合いくださりありがとうございました。はい、明日からね、岡山来られる方結構いるかとは思うんですが、天候がね、だいぶ不安定です。うん、はい、1日の中でもね、やっぱ、うん、青空すげえ見えてたのにすげえ雲バッて来たりとか、逆に一瞬で降ります。めちゃくちゃ暗くて寒かったのに太陽出てめっちゃ暑いみたいな、そんな感じなんで。結構情緒は不安定です。あの体温調節できる服装、あとは折りたたみ傘、カッパ、絶対あった方がいいです。はい、なんなら帽子とかあると雨降ってきても日差しでも大丈夫、うん、っていう形だと思うんで、はい、そんな感じでお越しいただければ、もちろん私たちに会いに来てください。はい、それでは明日の予選楽しみにしてるよ。また明日も会おうねって方は高評価とチャンネル登録で応援してください。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイバーイ。ちなみにネックレスはセブです。あ、自費で買ってます。バイバーイ。